アメリカン航空96便貨物ドア破損事故。アメリカン航空96便貨物ドアは、損事故アメリカンエラインズフライト96は、1972年6月12日に、カナダのオンタリオ州ウィンザー上空で発生した、航空事故である。発生地の名をとって、ウィンザー事件と呼ばれることもある。アメリカン航空のマクドネルダグラス d からロイトを離陸して間もなく、 後部の貨物ドアが設計、製造時の欠陥によって破損し、機体が損傷。操縦が困難な状態に陥った。機長は困難な操縦を行いながら、デトロイトへ引き返すことに成功し、乗員、乗客は全員無事生還した。しかし、この時に明らかになった貨物ドアの欠陥にメーカー、及び行政が適切に対処しなかったことが、 あとのトルコ航空 DC-10 パリツイラク事故につながった。1972年6月12日朝にロサンゼルスを飛び立ったアメリカン航空96便は、東部標準時の18時36分にデトロイトへ到着した。乗客や貨物を入れ替えると、19時12分にデトロイト空港を離陸、次の経由地バッファローへ向かった。コックピットには異常を示す。 警告等は出ていなかった。操縦を担当していたのは副操縦士で、機長は完成との交信を担当していた。離陸後すぐに96便はカナダの領空へ入り、4分半後にはオンタリオ州ウィンザーの上空11,750フィートまで順調に上昇していた。ところが突然機体後方からゴーンという鈍い音がし、 コックピット内のゴミとホコリが舞い上がり、何も見えなくなった。方向打のペダルは左いっぱいに取られ、機長は方向打ペダルに乗せていた右足を強い力で戻され、膝で胸を打ち付けた。副操縦士は前傾姿勢をとっていたが、座席の背もたれに激しく押し付けられ、頭を打った。エンジンの水力レバーは3本同時にフライトアイドルにまで引き戻されていた。 オートパイロットが解除され、エンジンの火災警報や、客室高度警報が鳴っていた。機長は最初衝突で、コックピットの風防ガラスが吹き飛ばされたのではないかと、考え、何があったんだと叫んだ。副操縦士は操縦輪を保持していたが、機体は右へ傾いて降下し始めていた。機長は、操縦を代わって操縦輪を取り、機体を立て直す努力を始めた。 相変わらず方向打は左に取られたままで、両翼の第一、第三エンジンは水力を上げることができたものの、尾翼の第二エンジンは操作できなくなっていた。火災は誤報で油圧も作動していたものの方向打が効かず、操縦は困難が予想された。機長は緊急事態を宣言した。客室でも混乱が生じており、一部の乗客はヒステリーを起こしていた。 当時アメリカン航空では DC-10 の最後部にエコノミークラス用のミニラウンジを設けていたが、その床が陥没した。バッファーローまでの所要時間が短いために、ラウンジは使用されておらず、陥没した箇所に乗客はいなかった。客室乗務員数人が陥没でできた穴に落ちたが、助け出された。そのうちの一人は床の穴越しに、機体側面に穴が開き、 夕日が差しているのを目撃していた。穴から客室乗務員が救い出されると、全乗務員は緊急態勢をとった。乗客をすべて客室全部へ移動させ、緊急着陸時の姿勢や非常口の説明を行った。一方、操縦室では困難な状態が続いていた。方向打は動かず、機体は右へ傾いたままで、水平安定板も作動しなかった。 ただ昇降打は反応こそ非常に鈍いものの動きはした。機長は過労じて使える補助翼とエンジン水力の操作で機体を制御していた。DC-3 やボーイング707にも乗務してきた機長は油圧のみで操縦する第3世代のジェット旅客機に不安を覚え、油圧がすべて失われた事態を想定したシミュレーション訓練を行っており、 その経験が生かされたのである。機長は天候の良くないデトロイトを避け、他の空港への着陸を望んだが、結局クリーブランド完成からのレーダー誘導に、従ってデトロイトへ引き返すことにした。方向だが作動しないため15度しかバンクできず、昇降だも十分に機能しないのでゆっくりと降下させるしかなかった。機長は完成のアメリカン96緊急事態の内容は という質問に対し、方向だが聞かない。あれこれめちゃくちゃだ。何かが起こったのだが、何がどうなっているのかわからないと答えていた。後に、主任客出場務員からコックピットに対して、機体後方に穴が開いていることが伝えられた。被害状況は、クルーの想像以上に困難なものであった。機長は水力を調整しながら、機体を降下させ、 デトロイト空港へのアプローチに入った。コックピットに緊張が走ったところへ、客室乗務員の一人が、こちらの皆さんもお困りですかと顔を出した。緊迫した状況下では、この質問は滑稽に聞こえ、機長たちは笑ってしまった。機長たちは、はいはい、問題はありますよと返して、慎重にエンジンを操作し、最終侵入に入った。 機長は乗客に対して普段通りの落ち着いた口調でアナウンスをし、客席内の緊張も和らいだ。ところが着陸のためにギアを下ろし、フラップを出したところ、降下率が上がってしまったため、機長は通常より侵入速度を上げて、降下率を抑えながら突っ込むように滑走路へ侵入した。機長は機首を上げようとしたが、副操縦士と二人がかりで操縦輪を引かなければ、 ならなかった。19時44分車輪が滑走路に設置し、機長が逆噴射装置を作動させたが、機体が右へそれて滑走路からはみ出したため、右側の第3エンジンを停止させると機首は左へ向き、無事滑走路上で停止した。機長は直ちに脱出を指示し、客室の乗員乗客は30秒で脱出した。軽傷者はいたが、重傷者や死者は出なかった。 国家運輸安全委員会は、事故報告書で困難な操縦を成功させた機長ら、コックピットクルーと、冷静に緊急事態に対処した客室乗務員たちに対して、賛辞を述べている。事故原因は、貨物ドアの欠陥にあった。この貨物ドアは、電動でドアを完全に閉めた後、ドア中央部にある空気抜き用の小窓を閉めないとロックできないようになって、いたが、 モーターの出力不足のために閉める途中で引っかかることがあった。事故当日も同じことが起き、デトロイトの地上職員は貨物ドアを強引に手で閉めて小窓を閉じ、ロックハンドルを回していた。ここでロック用の安全ピンが強度不足で破損し、実際には完全に閉じていないのに外見上はロックされたように見えた。また、この操作で回線がショートし、 コックピットの貨物ドア警告ランプも消灯した。実際はハンドア状態で離陸したため、上空できないの余圧に耐えられずに、貨物ドアが破損し、吸い出された空気の衝撃で、機体後方の床が下方にたわみ、そこを通っていた、操縦用のケーブル類が屈曲、損傷したことが方向だ、証拠だ、第二エンジンが、ほぼ操作不能になった原因であった。 96便はケーブルが完全には損壊していなかったこと、機長がエンジン水力操作による機体制御を研究していたという偶然が重なったために生還できたのである。この事故を受け、NTSB はアメリカの連邦航空局に対し強制命令によって DC-10 の貨物ドアを回収するよう勧告している。しかし、FAA の上層部はこれを無視し、 マクドネルダ・ダグラス社の出した2つのアフターサービスでこと足りるとした。当自動車は DC-10 で同じワイドボディ3発機のロッキード L-1011 トライスターとの熾烈な販売競争を展開しており、自らの欠陥を認めるような命令には消極的であった。また FAA 上層部はダグラスからのリチャード・ニクソン。 大統領の大統領選挙資金提供を意識し、同社に対し強く出ることを避けたのではないかと疑われた。また、マクドネルダグラスのエンジニアリングディレクターであった、ダン・アップルゲートも貨物ドアの潜在的な危険に気づき、上司にアップルゲートメモを提出した。メモでは飛行中に貨物ドアが開く恐れがあることや、それによって急激な減圧が生じる。 可能性があることが書かれていた。アップルゲートは DC-10 を飛行停止にし、必要な回収を行うべきだと提案したが、マクドネルダグラスはこれを無視し、代わりに貨物ドアハンドルに小さな回収を施した。こうして、貨物ドアには小手先の回収がされたが、それも父として進まず、実際には回収されていないにもかかわらず、回収済みとされた機体まであった。 この機体の一つがトルコ航空に売却され1974年の事故を起こした。ありがとうございます。